こんにちは。マーティールサー・キング・ジュニアですか。なかなか白式でございますね。まあなら、私はマルコモ・エックスと行きましょうか。マルコモ・エックスはね、こういうことを言ってましたね。自由のために死ぬ,死ぬ覚悟がないんだったら、自由という文字をお前の中から消せということなんですよね。うーん。まあ私はね、やっぱ自由を手に入れるためだったらもう何を失ってもいいなと思うぐらいなんですよね、うん。そのぐらい自由って貴重なものだと思うんですよ。 自由に選べることとか、選択肢がもう広いこととかね、自由に寝れること、食べれること、休めること、移動できること、自由って貴重だと思います。あの、今、あの、ある国ではね、ある巨大国家では、うん、ロックダウンっていうのが頻繁に行われていて、そこではね、マクドナルドがね、1000店舗以上閉店して撤退してるんですよ、今この瞬間に。 それからテスラモーターズの第一工場も撤退してるんですよねで上海ではディズニーランドこれがロックダウンにあって来場者ともども何日も外に出れない状況っていうのがあるわけなんですよそれからロックダウンされてますんで病気になっても怪我をしても病院も警察も機能してくれないんですよねもう移動不能ですから で死者が相次いででるわけですよ、まあ、こういった状況で果たして自由はあるんだろうかお店をオープンして3年目のある人はですねオープンしたんだけども一回もオープンできなかったと言ってますねロックダウンが続いてで人が外出しなくなって店舗に行く自由もないので店舗を開けたんだけども数えるほどしか行ったことがないと言ってるんですよオーナーさん自身もね自由がないんですよね だから片っぽではねよくこれで生きてるなっていうふうに思いますね。3年間移動できなくって3年間仕事に行けなくって3年間稼ぎに行けなくって経済のどこが動いてるんだろうとかね。でもう都市ではお金がいくらあっても物が買えないから農村部ではですね食料品が余って物流が滞って 腐っっててそののまま廃棄したりとかっていうのもあるんですよ本当これどうなっちゃうんでしょうかね。だから自由がないっていうのはここまでいくとうんもう本当ね死に近いですよね自由がないっていうのは。この十数億人が一度にこういう目に遭うっていうのは多分人類の歴史はなかったんじゃないかなと。で今あんまり知られてないんですよねこれがね。多分5年とか10年経って人類の歴史を振り返った時に。 ロックダウンの恐怖みたいなことでね多分語られるんじゃないかなと思いますしその頃にはその国の支配者もお亡くなりになっている可能性が高いんでまあ当時のねうつうつした現状が語られていくんじゃないかなと思いますただしその時にね人類がまだ機能してればとの話ですけどね自由が自由がもしね自由のために死ぬ覚悟がないんだったら自由という文字を捨ててしまえと マルコム X が言ったのもこういうことなのかなと思いますねまあ翻ってある人はマージャン店からねなんか横展開して別の店舗ビジネスやろうかなとかね思わなかったわけですよね <laughs> 全然違う世界に飛び込んでそこならなんとかなんじゃないかなみたいな、うん、だから稼ぐってことに関して飛べないんだったら走る走れないんだったら歩く歩けないんだったら張ってでも行く、うん、まあ張ってでも行こうとしたら 逆にそれが飛ぶ方法だだっったたのかなとというところだったですよね、まあ、上りのエスカレーターにポンと飛び降ったんでしょうね下りのエスカレーターから、まあ、ですんで寝ていて持ってたら大げさですけども、まあ、前を向いてゆっくり歩いていれば地面が加速させてくれたってことじゃないですかねいってらっしゃい